はいどうも、さとちゅんチャンネルでございます。えー、この動画を初めて見た方にとってですね、えー、ちょっとまあ軽く自己紹介しますけれども、えー、このですね、掘ったて小屋。これも部屋の一角にですね、ちょっとあの、まあ、パーテーションで仕切ってですね、まぁ、あ、掘ったて小屋みたいな感じでね、部屋を作って、小部屋を作ってね、まあ、ここ僕が普段過ごしている場所なんですけども、まあ、ここにですね、パソコンの前にウェブカメラを置いてね、 それで動画をペペッとこう作ってですね、まあ、YouTube で情報を発信しております。あのまあ、一応、あのファイヤーしております、私はね。あのえーまあ、こうやってか、まあ、別に会社に行っているわけでもなくですね、えーまあ、こういう YouTube 配信、それからですね、まあ、あの物書きとかね、まあ、あとはちょっとあの。 僕自身は不労所得の構築ということがすごく大好きで、まあ、この投資であったりとかね、まあ、その他いろんな事業で不労、えー、所得をまあちょっとずつね、少額ですけども、えー、作りまして、あとはこのミニマリスト、ね、ちょっとわかんない方はググってみてください。ミニマリストのねライフスタイルをまあ勉強しましてですね、えー、まあ生活コストをまあぎゅーっとね、圧縮、最適化しまして、まあ、少ない まあ生活費でですね、あの、まあ、普通に豊かに暮らしていける仕組みづくり、ね、まあ、これと、まあ、不労所得の構築と、あとは、まあ、ゆるーくね、あの、まあ、YouTube チャンネルで、えー、まあ、この配当収益とかね、まあ、このライティングの配当収益とかで、えー、こう、まあ、ファイヤー、好きなことで生きていくというようなことでね、やっております。まあ、なので皆さんみたいにね、あの会社に行って、こう、働いてるっていうようなライフスタイルではございません。 そんな感じでやってる私なんですけどもね、まあ、今回のテーマは株価がついに爆上がりでもねっていうテーマでお話ししますでもねってことですよ、はいえーまあ、株やってる方はねもうご存知でしょうねもう今ねここ最近、えーまあ、CPI の結果が、まあ、すごく良かったあの普通はですね、まあ、景気がよくなると、まあ、株価が上がるっていうふうな流れになるかと思うんですがあまあ コア c PI とかね、あの当初の予定よりもこう、まあ、下方修正になっててですね、えーまあ、その結果ですね、株価が上がるというね、異様な事態になってます。まあ、これなんでかっていうと、まあ、この金利ですよね。えー、金利が、まあ、この先、思ったよりも下がるだろうということでございます。金利と株価っていうのは、まあ、よく言われるのはシーソーの関係にあるということですね。 資の関係にある、うん、金利がこうやって上がると株価が下がっちゃうということでございます。はい。えー、まあ単純に言えばね、まあ要因はいろいろあるんですけれども、あの、金利、まあ例えば貯金をするだけで、金利が確実にもらえるんであれば、まあ貯金するよね。株価はリスクがあるけど、貯金は、まあ金利こんだけですってったら、その金利確実にもらえますから、まあ、貯金する方が増えるということで、 まあ金利が上がれば株価は下がっちゃうというまあ単純な理由ですね。まあこれが、まあ今引き締めをやってるわけですけれども、え緩和していく方向に行くだろうというふうに、まあ、あの、投資家が予想しまして、今株価がね、えらい上がっております。ーまあ僕もね、ちょっとあの、この株価が下落した状態、今年に入ってすごく下落したんで、かなりですね、 もう買い増ししました。もう今年1年、もう持ってる財産、かなり株にフルベッドしましてですね、あの、生活余剰資金だけは残しておいてね、もうそれだけ、だから貯金は、まあそれだけですよ、あの、まあほぼゼロですね、生活余剰資金、あの、何ヶ月間かは生きていくお金だけはストックしておいて、それ以外全額投資に今年にぶっ込んだということで、爆上がりしましたね、ちょっとびっくりしましたね。 えー、ただですね、ただ、ただね、えー、まあこの爆上がりもうん、ずっと続くわけではないと。あのいきなりね、もう今年中にあの過去の株価ね、えー、最高値、レバナスの最高値で言ったら4万3千円かな、そこまで戻るかと言われると、そりゃない、それゃないかなっていうのが正直なところです。というのはね、まだ金利は高い状態が維持されますし、今後も金利上がっていくんです。 12月、それから3月、うん、5月かな、9月ぐらいでやっと下がり始めるかな、来年よ、来年。だからあくまで、えー、金利は高い状態が維持されます。5%近くまでいくのかなって予想しておりますけれども、えー、なので、まあ、株価が上がるにしても、まあ、そんなにですね、このずっと に渡って株価が上が上り続けるとといいうことはないと思います今後もですね結構その暴落しながらね CPI の発表に CPI の結果にですね一喜一憂しつつまあ上がったり下がったりということをまあ繰り返すまャ、あ、ラトレンドかどうかと言われるとちょっと分かりませんけれども上昇するにしてもまあその上がっていくのがまあちょっと限定的かなというのが まあそううなるだろねねって感じですよ、ね、で本格的に上昇するのはまあ来年の後半から再来年とかねからになっていくんじゃないかなと思います、まあ、その間にも不景気とか来ますしねただあの株価っていうのはちょっと実際の市場とはちょっとま変わってまして、えー、先行して動くんですね えなので、実際の、まあ、経済っていうのは、まあ、多分来年ぐらい不況になるのかな来年、再来年とかね。でも、先に株価の方は上がっていくだろうというふうに言われております。うん。まあ、ただね、まあ、そういったことに一気必中することなく、えーえー、まあ、淡々とね、積み立てていくということを、まあ、継続してやっていくということですね。うん。はい、えー、そんな感じでございます。 えただですね、やっぱりこう、FIRE が近づいてる方、結構いらっしゃるんじゃないですかね。特に、まあ、2022年にかけて、まあ,あ、かなり株安になってきてるんでね、まあ、これ、チャンスとばかりに、投資した方は、まあ、その可能性はすごく高いと思います。やっぱりこう、積み立て投資はね、安心だよと。 言われておりますが、まあやっぱり、こう、安い時にね、求めて買うという方が、まあこう、チャンス、あの、可能性はね、やっぱ高まりますんで、資産をアスにしてもね、ファイヤーするにしても。なので、今年1年間、投資できた方は、まあ、ファイヤーのタイミングが早まる。ってことですね。やっといてよかったですね、皆さんね。はい。えー、まあその一方でね、えー、 まあ来年いっぱいはどうなるかなっていうところはありますけれどもまあこのあとね上昇していくーまあおそらく来年の9月ぐらいには上昇していくだろうからまあ多分ね株が話題になってくるときは上昇していくときですからね <laughs> そのときに多分人がわーっと群がってバコーンってねあの下落してまたこうヒューンとなっちゃってるっていうねまあそんなあの感じの時代はこうずーっと繰り返しておりますが まあ今始めた方はね、まあこのうまくいく、いわゆるこの送り人ってやつですかね、これが誕生する可能性はすごく高いのかなというふうに思います。はい。まあなのでね、あの、変わらず積み立てですね、これを継続してやっていくと。今ね、今年一年はすごく安く買うことができましたが、まあ変わらずですね、積み立てを愚直に やっていくそしてですね、まあ、このかなり下落した時にはね、ちょっと多めに購入してもいいのかなと思いますね。特にレバラセに関しては、その効果が割と大きいかなと思います。まあ、他の S&P500 とか、あとはオルカンとかと比べてもね、まあ、それをやるめんどくさいですけどね、効果はあの、まあ、大きくなりやすいかなというふうに思います。そんなことですかね。 はい。というわけで、今回、まあ、ちょっとね、一時的に暴落しました。そしてね、来週も多分、まあ、上がっていくのはもう決定なんですね。えー、レバナス1%以上上がりましたよね、確かね。金曜日に上がったんで、これがまあ、日本の投資信託の場合は月曜日に反映されますので、まあ、来週上がるのはもう確定とあーいうことになっております。どれぐらい上がるかなちょ,ちょっとかな。前回ほどは冒頭しないとは、 思いますけど。まあでも上昇するというのはもうもう決まりですよね。来週も行きんじゃないかな。ちょっと仮想通貨の方はね、ちょっとあの FTX でしたっけ、えー、会社が破産したと <laughs> いうことでですね、ご出所様でございます。なんか結構、ちょっとツイッターで見かけてですね、なんかフルベッドしてたら資産がなくなっちゃったみたいなね、方もいて、まあ顔思うとやっぱ仮想通貨はちょっと怖いなーっていうのがね、えー ところってありますよね。うん、はい。まあ、そんな感じでございます。はい。今回の動画は以上です。